今木村さんと、お茶のお水でお会いしました。はい、はい、木村さん、今日は良かったですよね。はい、ありがとうございました。色々ね、男塾の話を聞きたかったんで、はい、僕は、お会いさせていただいたんですけど、はい、男塾は本当にこれからすごいことになりそうですね。そうですね、日本人がずっとこう培ってきたですね、侍の形、の思うというのは式学で、日本人の体を作ってきました、それを現代風に、スーツを着た時の所作として、各々要素を様式を入れて、ちょっと作ってみたいな。わかりました。またお会いしましょう。ありがとうございました。